はい、では次はモチーフ C を編んでいきます。で、本当はグレーじゃなくて濃いグレーの方で編むんですけども、ちょっと説明だと見づらいのでこちらで編ませていただきます。まずは鎖編みをこちらも13目編んでいきます。1、2、3、4、はい、鎖編み13目編めました。で、そしたら1段目2段目細編みを編んでいきます。鎖一つで立ち上がってひっくり返して上から数えて1個2個目の裏山、こちらからスタートします。 A、B と同じですね。では2段目まで細編みを1つずつ編んでいきます。はい、2段目まで細編みを編んできました。で、次は3段目。3段目は細編みで長編みの表引き上げ編みを繰り返していきます。鎖一つで立ち上がって編み地をひっくり返します。まずは一目目ですね、根元に細編みを一つで、次は長編みの表引き上げ編み、引っ掛けて、で、一番右側にあるここのこれが立ち上がりになります。で、次これが一目目の足ですね。で、次2目目のここ右から入れて左に出します。1段目の頭のあたり、ここに針を入れて長編みの表引き上げ編みを編みます。で、次は後ろを見て、ここに今細編みが入ってるんですけども、一目飛ばして次ここに細編みを編みます。で、次は長編みの表引き上げ編み、引っ掛けて、今ここに入ってるんですけども、それの隣を飛ばして次一目飛ばして隣ですね。で、繰り返します。一目飛ばして次に細編み、引っ掛けて、で、今入れたところの一目飛ばして次長編みの表引き上げ編みと端まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。一番今あと2目残っている状態になっています。ここの長編みの表引き上げ編みをして、で、一目飛ばして次ここで最後になりますね。長編みの表引き上げ編みを最後で、一番最後一目ここに細編みを編みます。一番最後には細編みで、これで3段目が編めました。で、次は2段目と同じように鎖一つで立ち上がって、こちらが裏になります。裏を見るときは細編みを編んでいきます。はい、端まで編んできました。で、次は5段目、鎖一つで立ち上がります。編み地をひっくり返して、5段目はまずは細編みを2回編みます。根元に細編みを1回、で、次の目にも細編みを1回編みます。細編みで、次から長編みの表引き上げ編み、細編みと繰り返していきます。引っ掛けて、今度は3段目で長編みの表引き上げ編みをしたこの間に入れていきます。段数でいうと1段2段下がったところ、1段2段下がって、次ですね、その下、ここに長編みの表引き上げ編み、で、次一目飛ばして次に細編み、引っ掛けて、また表引き上げ編みと表引き上げ編みの間、1段2段下がってここですね。
2段目のところに入れる感じになります。で1目飛ばして次に細編み引っ掛けてこの間1段2段下がって長編みの表引き上げ編み細編み表引き上げ編み細編み表引き上げ編みで最後は細編み細編みで終わります。1目飛ばして 1,2 2箇所で細編み最後は細編み表引き上げ編みが 1,2,3,4,5 5段目では5目入っています。で3段目では 1,2,3,4,5,6 6回編んでいます。でこれを繰り返します。次は4段目とか2段目と同じように裏を見ながら細編みを編みます。はい、端まで編んできました。で次は3段目と同じように編んでいきます。鎖一つで立ち上がって編み地をひっくり返します。根元にまずは細編みを一つで次は表引き上げ編みをします。その時に5段目のここに表引き上げ編みが入ってるんですけども、それの右側からスタートします。引っ掛けて1段2段下がります。2段下がって表引き上げ編みで1目飛ばして細編みで今度はこの間に表引き上げ編み細編みと繰り返します。この間の真ん中あたりに入れる感じですね。で最後は今2目残っているんですけども、左側の最後ここに表引き上げ編みをして最後は細編みで終わる。3段目と同じように編んでいきます。でこれを繰り返します。2段目から5段目を繰り返しながら14段目まで編んでいきます。はい、14段目まで編んできました。で14段目は裏を見ながらで終わっています。で糸処理できる分残してカットします。こちらの輪の中に糸端を入れてあげてキュッと留めておきます。でこれで C ができました。でだいたいサイズがこちらも同じように 9.5 から10センチぐらい、高さもだいたい 9.5 から10センチぐらいになっています。すべて揃えてあげます。で私の場合はこちらを3枚作っていきます。はい、では D のモチーフを編んでいきます。で実際私は濃いグレーで編んでいくんですけども、ちょっと説明だと見づらいので、こちらもこちらのグレーで、薄いグレーで説明をさせていただきます。ではまずは引き締めたら、ここから鎖編みを13目編んでいきます。1,2,3,4 はい、鎖編み13目編めました。でそしたら今までと同じように1段目2段目は細編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返して上から数えて1個2個目こちらから細編みを1つずつ1段目2段目と細編みを編んでいきます。はい、2段目まで細編みを編んできました。で次は3段目、まずは鎖1つで立ち上がります。編み地をひっくり返して根元にはまずは細編みで、次は長編みの表引き上げ編みを2回編んでいきます。その時に1段下がります。1段目のここが立ち上がりで1個飛ばして次こ
ここの頭ですね、一段下がってここ引っ掛けて右から入れて左に出します。ここからスタートします。長編みの表引き上げ編みを2回で、次は細編みを編みます。裏を見てここに細編みが入ってるんですけども、その隣1、2、2目飛ばして3目目に細編みを編みます。引っ掛けて、で今度は長編みの表引き上げ編みをして、その隣を飛ばして、次からですね、ここを飛ばして次表引き上げ編みを2回で、後ろを見て2目飛ばして3目目に細編み、細編み、長編みの表引き上げ編みを2回というのを繰り返していきます。はい、端の方まで編んできました。長編みの表引き上げ編みを2回で、一番最後は細編みで終わります。後ろ1、2、2目飛ばして一番最後の目、針を入れて細編みで、これで3段目が編めました。で次4段目、4段目は鎖1つで立ち上がって、裏を見て編むときは細編みを編んでいきます。これは今までと同じですね。端まで1つずつ細編みを編んでいきます。はい、端まで細編みを1つずつ編んできました。で次は5段目、鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返します。5段目は根元に細編みを1つで、3段目と同じように編むんですけども、長編みの表引き上げ編みを編むところはこの目とこの目ですね、引っ掛けて3段目で長編みの表引き上げ編みをしたこの柱のところ、ここに長編みの表引き上げ編みを編みます。で隣もで、次は細編み、後ろを見て1、2、2目飛ばして3目目に細編みで、これを繰り返します。表引き上げ編みを2回で、後ろ1、2、2目飛ばして3目目に細編みを1回。表引き上げ編みを2回、2目飛ばして細編みで、最後ですね、表引き上げ編みを2回で、一番最後の目に細編みを1つで、これを繰り返します。3段目4段目を繰り返しながら14段目まで編んでいきます。はい、14段目最後まで編んできました。最後は裏面で終わっています。で、そしたら糸処理できる分残してカットします。で、今までと同じようにこちらの輪の中に糸端を入れて留めておきます。で、表を見るとこんな感じの模様になっています。で、こちらのサイズも 9.5 から10センチの間ですね。で、こちらの高さも同じぐらいになっています。で、これを6枚作っていきます。同じものを全部で6枚私は作っていきます。